はい。今日はですね、湯たんぽの話をします。湯たんぽ使ったことありますか？聞いたことあるでしょう。ですけどね、自分たちの頃はね、使ってましたよ。いや、いつもというわけじゃない。寒い日にね、最初の頃は何だったっけ？最初の、いや、どっちかわからん。どっちかわからんっていうのは、あんまり使ったことはない。使ってたけど、あんまり使ったことはない。覚えてるのはね、陶器ですよ。土でいうか、粘土でできたやつ。オレンジ色のやつでですね、重いやつ。で、それに、寝る前にお湯を入れて、で、そう、足元に、それをね、直じゃなくてね、鹿児島の場合、バスタルのことを湯揚げタオルって言ったんです。湯上がりに使うタオルっていうことで、湯揚げタオルって言ってましたけど、その要するに大きな、要するにバスタオルです。あれでですね、湯たんぽをくるんで、ほんで、足元に置いて寝る。で、明くる朝は、冷えてます。いや、冷えてるっていうか、ぬるくなってますけど、そうですね、人肌ぐらいになってんのかな。いやいや、夜寝る時はですね、あれですよ、ほぼ90度ぐらいのお湯を入れるわけですからね、やけどしそうになるんですよ。はい。ですから、さっき言ったみたいね、このあれをバスタオルでつくるもんですけど、朝はね、ちょうどね、人肌ぐらいで、それをあれに打つんですよ。なんけ、洗面器。最近洗面器を使いませんもんね。洗面器はね、当時はね、金だったと思う。アルミじゃなくて。で、それに移してですね、それで顔を洗うっていう、それが贅沢でしたよ。それでね、もう一つがね、トタンかな、ブリキ。トタン、要するにあれで、金属製のやつですよ。と、それはね、ちょっと小ぶりでしたよ。薄いやつ。で、それも一緒。湯揚げタオルでくるんでですね、するやつでしたね。だけどね、なんかの時ね、その陶器でできたやつはね、なんか落とし、お袋が落としたかなんかでですね、壊れたのを覚えてる。だけど、そのね、あとね、いつぐらいまで使っ、小学、いや、中学校の頃は使ってなかったな。あれでしたよ。ほんで、そうですね、どうなんですかね。今ぐらいは安価ですかね。今は安価か。そうか。いや、ですからね、昔、そうそう、その湯たんぽですよ。それをね、正式にはその湯たんぽにはお湯を入れるんですけども、たまにね、ニュースで聞いたか、友達から聞いたかわからないけど、その湯たんぽの金属製のやつに水を入れて、それをね、なっけ、かまどでこう、直にこう、そこでお湯を沸かして、なんかそれがね、蓋をしたままでね、なんかそれが爆発じゃないな、破裂してね、やけどを負ったとかね、そういう話もありましたよ。今は聞かないでしょう。聞かないけど、湯たんぽのあれは残ってるってことですよね。その電気安価とか、そういう形ではね。そうか、そうか。
あ、残ってるものもあるんだ、形を変えてね。それとですね、あ、湯たんぽと、あ、あんか、あんかとは別ですよね。あんかはね、あれでしたよ、炭、最初は炭だったと思う。あれはなんちゅうのっけ、棒、棒かなんとかって、要するにあの、何ですかね、うんもじゃないな、うんもとしてますか、うんもはね、なんかこうキラキラしてる、繊維みたいなやつなんですけどもね、それかなんか、要するにあのその熱がゆっくり伝わると、直接伝わるんじゃなくて、朝日さん何やったんだろうか、知ってますかね皆さん、しないやろうな、もう60以上の人、以下の人は使ってないんじゃないかな。あれですよ、あの最初はね炭でしたよ、どこへ言えばいいって、あれでインターネットで測っ、あのあれグ、なんていうの、調べてみてください、ググってて抜け、どうも私はね、あのググってというやつに、グーグルを何とかっていうあれでしたみたいだけど、ググルというやつはね、どうも受け付けない、くぐるっていうならね、あの分かるけどですね、要するに検索してみてください。いや私はね、最近はね、分からないのがあったらですね、ネットでもうパッて見るようにしてる。あれいいですよ、あの自分が一つ調べようと思ったのに対してですね、10ぐらい関連付けてですね、いろんなの出てきますよ。あ、ちょっと待ってよね、今ね見てみましょうか、アンカ、私なんかの頃はアンカってやったらポールアンカって、ちょっと待ってよね、音がさって音がするかもしれんけど、アンカ、アン、ん、アンカ、あ、今もあるんだ、電気アンカですね、これのね、あ、豆炭アンカっていうの、お、8000円もするんだちょっと待って、こんな高いのっけ。いやね、ヤマゼンの電気アンカがですね、平型1245円ですよ。それに対してですね、ちょっと待ってくださいね、そうっけ、三つ、ん、三つうろこ豆炭あんか、暖房費の節約に8000円ですよ。いやこれあのあれですよ、一回ね、豆炭を入れないかんとですよ。それでもあれか、あ、アマゾンですよ。いやね、この豆炭っていうのがね、私なんかの頃の人は知ってるかもしれないけど、その前にですね、練炭っていうのが、練炭、練炭も調べてみましょうか。あ、結構面白いな、こういうとこ。ちょっと待ってね、れ、ん、練炭ですよ。あ、やっぱり練炭、練炭を売ってるんですね。ですね、練炭はですね、石炭やコークス、木炭などの粉を接着剤とともに、レンコン状のあの、レンコン、あの食べ、植物のレンコンですね、穴を有する円筒形に成形したものってありますけど、昔はですね、いわゆるあれですよ、ご飯を炊くときはタッボン、鹿児島ではタッボンって言ってましたけどね、薪をね、私はあの鹿児島市内で大体育ちましたけど、最初はそれでしたよ、木ですよ、木、それを燃やして、で
炭火が、なんですかね、炭がちょっと残るんですよね。でそれを集めて、火鉢なんかに入れてもですね、すぐもう燃え尽きてしまうんですよね。でそれをそれにプラスしてするのが炭、あの備長炭っていうじゃないですか、ああいう上等じゃないですけどね、炭で、それでずっとしてたんだけど火持ちが悪いんですよね。火の持ちが悪い、すぐこう灰になってしまうということで、その時にその後に生まれたというか、出てきたのがですね、練炭でした。練炭で、それはね、その練炭はあれで調べてください、ご自分でいやいや面白いですよ。んで調べて、いや押してしてたら、あの下からですね、その練炭の直径がどれぐらいっけ、10、ちょっと待ってね、あ調べりゃいいんだ、練炭直径で調べてみますからね。ん、出ない、ちょっと待ってね、もう一回しろ、練炭の直径がですね、ん、あ直径がね、いろいろあるんだ。普通練炭が 17.65 っていうのがですね 17.5 センチ、それぐらいですよ。でそれを練炭用の、あれは何け、練炭用のあれは何ちゅうですかね、かまどじゃない何ちゅうだっけ要するに練炭用のあれがあるんですよ。あれが何ちゅうのかだから、あれはねちょっと調べてみましょうかね。あ練炭用のコンロか、ん、レンタルコンロ、あコンロ、レンタンコンロっていうのがあるんですね。でその中に、入れるんだけど、そのレンタンに火をつけるのにですね、やっぱりその下に炭とかなんとか入れるんだ、はい、ほんで入れるんだけどなかなか火がつかないんですよ、そのレンタンはですね、最初の頃ですよ、それで、なんですかね、火がつかないうちに家の中に持って行って、逆にですね一酸化炭素中毒を起こしたりしてね、これは新聞の中に出てましたよ。あすいません、ここにね練炭のね4号ちゅうのがあって、これはね直径が 11.5、 ちょっと待ってくださいね、あこれぐらいだったかも、家庭用のあれは火鉢なんかにも使ってましたよ。だから練炭で、4号ですね、高さが12センチ、いや覚えてますよ。ですからあのよく言うでしょう、私なんかの年代はそれまでなかったものが出てきて、でそれがだんだんこう改良されていくんです。で改良されるのがですね、大体ね事件とかね事故、そういうのが起きたのがね、きっかけになってね、さらに改良っていうあれですよ。だからその練炭にしてもですよ、要するに、日持ちが悪い炭とかなんとかですね。で炭の場合はですね、一斗袋ですかね、大きな袋とかですね、あれですよ、セメント袋みたいなね、ごついのにね炭が入ってるもんでしたよ。でそれだと、何ですかね、溶石、堆積、車なんかにほら積んでくるわけでしょう。昔はね大体がその荷物を運んでくるのあの国鉄だったですからね、でコンテナとかあれだけど、やっぱり、上からずっと積み重ねていくと下の方はこう潰されて炭が粉になったりとかあるんでしょうね。
それとかあれでしょう、その炭とか石炭とかいうやつの粉末のリサイクルとかそういうのもあったんじゃないですかね。まあ要するにそういう、その頃はねリサイクルって話はなかったと思いますよ。廃棄物利用か、廃物利用みたいな感じがあったんでしょうけど、なんかそういうふうにして、なんですかね、さっきも言いましたように私なんかは鹿児島市内だったけど、ご飯を炊く時の日々のあれですよは、材木屋さんじゃなくてね、どこに売ってたんだろうか、マーケットとなりましたよ、市場。おいで、その長さが30センチぐらいかなに切って、それをね、つるですよ、植物のつるなんかとかね、あの細い竹のね、なんとかでこう要するに結わえてあるんで、でそれを、お袋の後についていって、その両手に要するにそのあれですよ、燃料、今でいうガスですよねえ、ガス、いやガス、ガスもあったんでしょうね、日本ガスっていうのは鹿児島にも昔からありましたから、プロパンが出てくる前です。ああそうだそうだ、いやいやこれいいですね、このネットですよ、ネット、当時のほらあれがいかにあやふやかって自分のやつ、それとああそうだったのかっていうやつ、このあ、それとですね、ちょっと待って、今時間を調べていますからね、あらもうこの17分ぐらい喋ってますよ。ほんであれですよ、着火レンタンっていうのが出てきましたよ。さっき言ったみたいに最初のレンタンはそのレンタンですね、丸い、直径が11センチ5ミリで高さが12センチぐらいのやつをコンロのに入れる前に下からこう練炭に火をつけたけど、さっき言ったみたいに一酸化炭素中毒で亡くなられる方が結構いたんじゃないですかね。ほんで着火練炭というのが出てきて、その練炭の上の方にですね、あれはね、そんこら外で火をつけてましたよ、うちはね、家の中じゃなくて、着火練炭っていうのはその上の方に火がつきやすいその部分があって、1センチぐらいあったのかな、そこにですね新聞紙をギュッて押し固めたものに、を上に乗っけて、マッチでプッと火をつけていくとですね、すぐその着火練炭の上の方からこう、それまで下からずっとこう燃えてきたあの練炭が上の方からですね下にずっとこう降りていくようになったんです。熱くなってくる、そしたら、上からこうずっと下の方にこう火が通る段階で、下で発生した、ガスみたいなやつはですね、そこの練炭の穴を通る間にですね燃えて、要するにあの安全になってきたっていうあれでしたがよ。今日は何からやったっけ、あそうかそうか、湯たんぽからでしたね。いやこういうふうにしてですね、いやいや皆さんにこういろいろその頃の、暮らしっていうのをお伝えしようかなと思ったけど、自分の方が あれでしたがよ、勉強になったっていうかですね、今でも練炭ってあるんだってやつと
それと練炭にも大きさが直径があるんだってやつですね。で、その頃のあれもやっぱりコンロと言ってたんですね。ぜひ皆様の練炭と、それからコンロ、練炭コンロ、検索してみてください。はい、ということでですね、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。